セントラルパーク貯水池、水道システムが粘液をばらまいて大勢の人をハイブマインドに取り込んでる。神秘王とかマンハッタンを出たら地球全体がベトベト惑星に変身、隕石が力の源となってベトベトとシンビオートを生み出してるけど、ハリーが修復するまでただの岩だった。そうだね。そもそも粒子加速器で傷がついたんだよね。しかも低出力で。その通り。じゃあ出力を上げてみたら、限界を突破すれば破壊できる。みんなもハイブマインドから救えるはず、理論的には。でもきっと貯水池はシンビオートだらけだよ。それにハリーは絶対に岩のそばを離れないはず。もっと欲しいものが現れたら僕だよ。ほら、例えには見た目が大事だろ。ハリーはハリーとして世界を癒してると思ってるけど、夢を完全に叶えるには親友が不可欠。僕がハリーを隕石から引き離して、僕がシンビオートの相手をする間に私が隕石を手に入れる。見た目が大事なんでしょ。そして加速器でハイブマインドはブーン消滅し、世界が救われ、おやつの時間。理論的にはね。ピーター、ハリーはもう手遅れだって博士は言ってたけど、救えないならあなたの手で。その必要はない。二人ならきっと岩を破壊できる。世界を癒そう。本当の意味でね。それじゃ隕石はあれの中にあるってこと。ハリーとその仲間もいる。これを君にも音波が必要かと思って。ただ突っ立ってる。何を待ってるんだろう。二人とも本当に感謝してるよ。ありがとう。水臭いな。スパイダーチームだろ。忘れないでよ。そこで一晩中、愛しい岩と遊んでるつもり。二人で一緒にやろうってそう願ってただろう。ようやく力を分け与えられる。喜ぶのは早いよ。まずは僕を捕まえないとね。ネタが欲しかったんでしょ。
弁当を落としてた。脱出してるといいけど。ノーマンがハリーを発煙筒以外に残しておいてくれてるみたい。どうしよう、まずい。全体とつながっているんだ。ただの岩でしょ。地球を滅ぼす岩でもあるけど。生きてるみたい。逃げないと。
悪の巣窟とおさらば。あのヘリの奥に出口があるみたい。悪の巣窟とおさらば。あのヘリの奥に出口があるみたい。登れば安全地帯。でかいけど、私は速い。さっさとここから出よう。連れは高校の同窓会に招待されてないはずだけど、ハリー、ここで親友になっただろう。ああ、そうだ。今度は家族に。
らはどんな時でも一緒だっただろう。ひどい仕打ちをしてきただろう。一緒になる。僕らどんな時でも一緒だっただろと一緒になれて。そうなんだろう。そう
するしかないからだ。シンビオートの乱入倒すんだ。アンチベノムを使うんだ。信じないんだ。僕が信じているのはそれじゃなくて君だ。俺たちをそれって呼ぶな。
けど自業自得。今の聞こえた。
する気はない。きっと分かってくれるさ。これはあいつの夢でもある。悪いけど悪夢の話はもうたくさん。目を覚ますんだ。上に行かなきゃ。私がそばにいる。そうやったのに。ダン君。シュート。ハリー。ビート。助けるからね。頼む、やめろ。ビートに手を。Yeah!
俺たちを殺すんだ。僕は死ぬんだ。死ぬもんか。まだ間に合う。ダメだ、間に合わない。二人が殺される。お前だって。世界を癒そう、ビート。一緒にね。ごめん。
うまくいくかわからないけど、やってみる。連れて行こう。脈が弱い。急がないと。私の息子に一体何をした。すみません。私も乗っていく。脳は活動していますが、意識が戻る可能性は低いでしょう。決して死なせるな。直ちに自決戦を用意しろ。急ぐんだ。ここ数年、この町は悲劇に見舞われてきましたが、私たちは負けなかった。次々と襲いかかる病や悪、そして災害。皆疲弊し、怯え、悩み、苦しみながらも、決して希望は捨てませんでした。今こそ町を癒し、正常な暮らしに戻る時ですが、正常とは何でしょう。今も存在するのでしょうか。町での出来事がいかに私を変えたかを話してきました。あなたはどうでしょうか。このシリーズでは、町に住む人々と対話をして、新たな習慣や日常、考えや気持ちについて考えていきます。一緒に考えてみませんか。メリー・ジェーン・ワトソンがお届けするニューノーマル。それではまた。エピソード1完成。
いいね。こっちも完成？その前に見せたいものがあるんだ。オッケー。糖蜜が入ってるかどうか。うん、それもらうわね。マイルズには話したの？いや、まだ。いける？あ、マイルズ、ずっと話そうと思ってたことがあるんだよね。っていうか僕らはいつも話してるし、それはいいことなんだけど、あ、これまで君とはたくさん話してきたけど、でも本当に話すべきことをまだ話してなくってさ。ピート。あ、またもう一回。僕に任せて。僕が守る。ピーター・パーカーのままでいて。でも本当にいいの？大きな町だろ。平気だよ。これからも助言もらえるならね。必要ない。そのうち必要になるよ。必ずね。相談は歓迎、いつでもね。先生、またね。
何の用だ。スパイダーマン、奴らの正体を知っているんだろう。なぜだ。息子を奪われた。人は誰しも喪失を味わうものだ。お前ですがな、ノーマン。何を書いてる？最終章だ。どうも。お腹空いてるといいけど。すぐ用意するわ。ヘイリーにエッセイ見せてあげたら。コン詰めて書いたのよ。ある男の子について、ハーレムに住んでいてボランティアをしながら議員のお母さんを手伝ってて、お父さんの背中を追ってる少年。